おはようございます。速稼塾の久保です。私ね、以前ここ笠岡駅前の辻コーヒーっていうとこだったと思うんです、来たことがあるんですけど、今ねふと見たら上の方が火事で焼けていて、お店抜けてるんですよね。何があったんですかね。まあ、火事が出てます。もしかしたら地元のニュースに出てたのかもしれませんね。はい、検索するとね出てきましたね。笠岡市でビル火災、3階の住宅部分が全焼、1人が遺体で見つかるということですね。ヤフーのニュースにも掲載されてたみたいです。ちょっとクリックしてみましょう。こういう感じなんですね。確かにここだ。消防士が消し止めましたが遺体で見つかったと。はい、こんな事件でございました。建物のオーナーの長女の方が3階で暮らしていらっしゃって、亡くなったのはその方ではないかなということですよね。で、辻コーヒーの入居しているビルということで、この火災を受けて辻コーヒーも当面の間休業を余儀なくされるということなんで空っぽだったんですね。ちょっと辻コーヒーのコーヒー式サイトを見てみましょうか。どうなってるのかな、どっか書いてあるかな。特に事件のことは書いてない。現状報告っていうのがあります。2020年8月5日、営業ができなくなって早いもので2ヶ月が経ちましたと。現在の店舗での営業は2ヶ月に遡り6月5日が最後と。7年半やっていたんですね。現在は近い場所に移転先が決まり改装の準備をしていますということですね。不幸の連鎖があるということで、お店も大変ですけども、この火事が起きてね亡くなった方も気の毒なんで、一方的に責めるわけにもいかないですよね。ということでこういうニュースがあったということをね今知りました。結構ね半年ぐらい前のニュースなんですかね。2020年の6月5日ですね。で、今日が9月4日なんで3ヶ月前ですか。ほんとつい最近こんなことがあったんですね。